沖浦ダムは、青森県黒石、岩木川水系浅瀬石川に建設されたダムである。ダム名は、所在中岸部の大技から命名されている。青森県が管理していた多目的ダムで、日本で初めて施行が開始された多目的ダムである。高さ40.0メートルの重力式、コンクリートダムで、 浅瀬石川の治水と水力発電を目的に建設され1945年に竣工した。その後、建設省東北地方建設局がさらなる治水と利水の強化を目的として、1988年に浅瀬石川ダムを建設したことにより、ダム湖に水没し、役割を終えた。ダム湖は虹の湖と呼ばれており、浅瀬石川ダムのダム湖に継承されている。 基準地点である、温島地点において計画降水流量を毎秒620トンから毎秒520トンに軽減させる、洪水調節、黒石など、浅瀬石川流域の農地6687ヘクタールへ完業水利権分の農業用水補給を図る、不特定利水、並びに、日本発送電による2000キロワットのピーク時発電を行う発電である。なお、 戦後になって日本発送電が過度経済力集中排除法に定触し、1951年の電力事業再編例による分割後、発電事業は東北電力に継承された。日本の土木技術理論において、大正末期から昭和初期にかけての第一人者であった物ノベオサオワカを一貫して開発し、従来別個に行っていた治水事業と、 理水事業を統合して開発する構想を打ち立てた。この河水統制計画案は内務省議官青山氏によって採用され、1935年より河水統制事業として全国7河川1故障で推進することとした。後の河川総合開発事業の走りである。その7河川の一つに浅瀬石川が挙げられ、青森県は 岩木川水系の治水事業を1919 19年により進めていたが万全な対応を図るべく岩木川河川水統制事業として洪水調節、灌溉、水力発電を目的とした総合開発を進めた。そして根幹施設として浅瀬石川本川に多目的ダムを建設し治水、利水を図ろうとした。 こうして1933年より建設が始まり、1945年に完成したのが沖浦ダムである。日本でこれ以前に建設されたダムは、灌え、発電、水道のいずれか単独目的でしか建設されていなかったため、沖浦ダムは日本で最初に建設に着手された多目的ダムとなった。ただし、日本で最初に完成した多目的ダムは、 同じく1935年より、下水統制事業が実施された西木川で、山口県によって建設された高道ダムが最初であり、1940年に完成している。完成当初は非常用洪水破棄4門、常用洪水破棄5門を備えていたが、洪水による損傷や大差の進行で常用洪水破棄が故障し、管理運営に支障をきたしていたため、 1964年と1965年の2度に、渡り改修工事を行い、完成当初の水門はすべて閉鎖、撤去、新たに、天馬部に2門の常用洪水破棄を備え、洪水調節能力を改善した。1965年の改修以後も、流域の水害軽減に貢献していたが、ダムの洪水調節流量を上回る水害の、 発生や流域市町村の人口増加に伴う水需要の増大など当初の予測を超える事象が発生、次第に沖浦ダムだけでは対応しきれなくなった。このため建設省東北地方建設局は岩木川水系を1966年に一級水系に指定、総合的な治水対策を行うこととし、沖浦ダムが建設されていた浅瀬石川に、 新たな多目的ダムである浅瀬石川ダムを計画した。1988年に浅瀬石川ダムが完成したことにより完全に水没し43年間にわたって流域の発展に寄与してきた歴史に幕を下ろした。ありがとうございます。